未知の領域ですので、どうなるか分かりません。お、バス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 、おい、なんじゃ、いや、やべえ、なんじゃここ配車する人かよ。はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、こちら旧国道8号線の越前市の春日野町の山の奥にやってまいりました。で、本来こちらの動画はこの国道8号線のみの話題をやるつもりだったんですけども、すごいネタが現れたんで、それだけのネタで特集したいと思いますね。よろしくお願いします。っていうのが、あのね、これですよ、ハイバスあ、廃車もすごいけどさハイバスですよ、これ。すっげえ山の中なんですよ。よくこんなもん持ってきたんだもん。そして、あの、何もそれもそれのスクールバスなんですよね、これ。すげえよね、こんな、なかなかレア度高し、こんなことなかなかない。山の中ですよ、こんな、こんなとこ持ってくるかよ、こんなとこバカじゃねえの、本当にもここまでして捨ててえかよ。面白い人いますよね。ってことで、ちょっとこのハイバスを探索したいと思います。ここね、どこって言えばいいかわからないけど、地図出しときますわ、うん、来たい人は来ればいいですけど、ちょっとあんまおすすめしない場所です。とても、あ、危ないっていうか険しい道ですからね。はい、このバスの形はなんか僕は見覚えはあるってことで、おそらく昭和50年代ぐらいのバスじゃないかなと思うんですよね。いすゞのバス、名前までわかんないや、ね、これスクールバスとして使ったんだねそして自家用なんだ自家用が熱いよな。あー、すっげーな、これ。どこで使ってたんだろうでね、このダブルのタイヤの1本取ってあるのがよくわかんねえ。どういう意味合いがあって取ったんでしょうね、これ。でもこれスクールバスとしてはでかいですよね。立ってさ、こんなでっかいバスで、普通の昔いう観光バスぐらいですよね、の大きさもありますし。で、この後ろ姿もね、なんか懐かしいような、これ。でも一昔前にまでこれ、どこだろうな、なんか京都の市内でも見たような気がするんだけど、こういうの。でですね、なぜかまたエンジンだけは取られているって形ですね。なんででしょうね。エンジンだけ重要があったんだろう。え、なんでこんなとこ持ってくるかな。でもまあ、こうやって端っこ寄せてるのが偉いというか、なんちゅうか。こんなとこですよ、こんな。落石ボロボロ。そこ通れんのかな。まあ、この先はまた別動画になります。なんか、目印書いてあるぞ。ナタ省だって。ナタ省教育委員会って書いてあります。あ、福井県にナタ省村ってあるんですね。まあ、決して多分那田省の教育委員会さんが捨てに来たわけじゃないと思いますけども、その後なんかこの受け継いだところが持ってきたんですかね。持ってきた言うたって結構なもんですよ。うわ、ちょっと中怖いよねこういうバスは中見るのは怖いかもしれない。うわ、もう木と同化しちゃってるです。開くかな、開かねえあ、これ燃料タンクか。もう足回りがへたってるわけではないんか。これ埋もれてんだね。長い時間をかけて、かけてこの重さで沈んでってるんでしょうね。そしてここ下はこんな感じですね。自家用って、運転席、すごいな。このウィンカーがいい、たまらんですね。この、これシルブトビームか。すげえな。これ。このね、風入れるとこですよね、これね。確かそうですよね、これ。風の吸入口ですよね、これって。
これ自走して戻ってきたんかな。そして割られてるとこ見ると、うん、まあこれはここまで来て割っていった方もいるんでしょうね。まあドキュンさんもなかなかこういう点では混んじゃうな。 BS タイヤだ。このマークは懐かしいな。見えるかな BS のマーク。ちょっと入るの怖いな。さすがに僕もこういうのは中怖いよね。霊的とかこんなんじゃなくて物理的な怖さがあるんでね。折戸なんですね。うわめっちゃこれ朽ちてっから危ない。気をつけよう。うわ物理的に怖いんですよねこういうのって。でなんでマットレスなんだ。川崎重工製なんですね。定員86名。どんだけ乗るんだよ。定員86名も乗るんだよこれ。すっげえ、もう落ちてますね。やべやべ、もう屋根もへこんでる。これ雪かなんかで落ちちゃったんかな。屋根に天窓ありますね。これ天窓が珍しいよね今時。これ子供が乗って、子供が乗るから86名ってことなんかな。大人でこんな86名乗ったら3密どころじゃないよ。これだけ開放感あれば3密もくそもねえよな。これちょっとさすがにちょっと奥は危ないんで入りませんけど、あそこの非常口が開いてるからそこ行ってみるか。危険物持ち込み禁止。何があるんだ。油脂カス、火薬類、セルロイド。なんでセルロイドなんだよ。多量のマッチ、蓄電池。多量のマッチなんてどこにあるんだよ。売ってねえよんなもん。セルロイドってのがよくわからんな。セルロイドってあれでしょ、あの メガネバッグかなんかでしょ。すっげえ燃えるんだけどあれ、ボンボン燃える。ひそかに私廃車マニアです、まあだからといっても、ね、詳しくはないんだけど、こういったのも大好きなんです。これに86ミリマックス乗ってるの見てみたいな。さあ非常口。あーそっか、子供なら乗れるんだ。この窓を下げて新鮮な空気を入れましょう。もう時代を呼んでますね。コロナを見越した文明が語ります。そしてなんかパソコンディスプレイもなんか古いぞ、あれ8801とかそういう時代のやつじゃないかな。これもなんか置いてあるもんが全部レトロですね。ってことで、今からこれ途中なんで今からこの先行きますけども、石をのけていけばいけるのかなって感じですね。ちょっとこれはのけないといけないんで、でものけた先に崩落してるんでまた戻ってはくるんですけどもね。まあそんな感じですわあ、な屋根だけ見て終わろう。よいしょ。ちょっとあの自撮り棒を長くして撮ってます今現在僕はどんなんか見えてないんで、こんなんですね。どんなんなんだろう。うん、ってことですわ。うん、まあそんなんで面白いもん見たんで、これだけでネタにさせてもらいます。あと他にもあのキャラバン、日産キャラバンとかの配車もあったんで、それはまた別の動画で撮りますんで、ここの八王線の動画で撮りますんで。じゃあそんなことで、まあ軽くですけどおやすみなさいませ。フェマルでした。ありがとうございました。バイバイ。